こんにちは。今日は18切符で小海線に乗ります。でなんでいきなり特急乗っているかと言いますと、初手で乗る列車間違えたからです。どうかしてる。思わず前を舞いながら畜生したくなりますが、まだ小海太夫ならぬ小梅太夫になるには早い。耐えます。もちろん有効な切符は持ってます。とりあえず大月から甲府まで乗っとけば追いつけることが分かったので、あずさ1号を甲府で降りまして、あとついでに校内のいろり暗記楽で QOL を高めまして、動画時間の頭30秒を潰して、小海線が伸びる小口川に、やっとたどり着きました。山梨県の北西キワキワ、1駅中央本線の駅を進めば、長野県に入ろうというこの駅、訪日外国人向けに、ご丁寧にここまでナンバリングが振られています。甲府ならともかく、本当にここまで来るのかはちょっと謎です。で、乗る予定の小海線ですが、止まるは親の顔より見た派110系。手と足の20本の指を使っても、数えきれないほどの路線で活躍中。デビューから30年経っておきながら、JR 東日本のローカル非電化区間を牛耳って、若葉っぽい色のアクセントカラーとは対照的に、若い目など知ったこっちゃないの顔して走る車両です。のどかな古戦場を抜けまして、小海線ホームへ。こちらの駅名標にはナンバリングこそつかずとも、満天のキラキラ星、ネットの海で悪者探しに躍起になり視力を失い、天の川で星探しすることなど忘れた我々と対照的。で、なんでさっきの駅名標が立っていたかですが、小海線は JR1 標高の高い場所、元い JR1 星空に近い場所を走るからです。こんな風に、八ヶ岳の麓を走ります。そんなこともあって、八ヶ岳高原線とも呼ばれてます。JR 駅標高1位から9位まで総なめする小海線ですから、当然標高を売りにします。わざわざ JR と限定しているのは、鉄道を広く捉えた時、1位が富山のトロリーバス、室堂駅になるからです。本当のナンバーワンじゃないにしろ、この中で一番標高が低い小諸ですら、スカイツリーを凌駕、登山路線っていうか、もうすでに登山してる路線です。こっちが小淵沢サイド、最高1375メートルまで達する路線です。駅があるところだって1345メートルの位置。その特性上、どうしても観光路線になりがちな小海線。駅弁片手に、なくても空気が美味しければ、私の脳は喜びます。とっとと乗り込みましょう。いえいえ、こちらこそ。じゃあパパッと解説しましょう。小海線は、山梨県の小淵沢から清里、佐久平を経由し、長野県の小諸に至る、78.9キロ31駅の路線です。その前身は佐久鉄道株式会社の路線で、当初は小諸から佐久平の南、中込まで開業。1914年がその会社の設立日でしたが、路線の開業、一番列車の発車は1915年。アルファ X もびっくりするほどの爆速っぷりを見せています。ちなみに開業にこぎつける時の説得材料として、人口の多さ、特産物の豊富さに加え、信濃高原の景色の美しさに加え、神話が多い分名称いっぱいだよって宣伝したそう。産業、日常需要だけじゃなく、すでに観光需要もある程度見込んでいたようです。世界が戦乱の炎に包まれる中、佐久鉄道は火の車に脅かされることもなく、わけのわからぬ無用の路線までうんぬん、とか言われることもなく、中込から小海まで延伸。小海まで線路を伸ばした後、佐久鉄道はこんなことを考えます。中央線に繋げたい。繋げたくない？っていう野心。それがメラメラと湧いてきます。しかし一施設の小粒な技術力、資金力は、その野望を許しはしませんでした。というのも、万札燃やして靴を探させるとんでもムードだった、大戦景気が終わると、時代は打って変わって戦後恐慌の世の中に、一気に寸法一強になります。で、その戦後恐慌というのがすごくて、年始やら生糸やらの価格が半額以下に暴落。当然、佐久鉄道だってその煽りを食らいます。ここの産業は、生糸の原料であるマリの力も借りていました。そんな佐久鉄道が打撃を受けている中、鉄道省はこっそり、小淵沢から清里までを開通させます。ついでに鉄道省は小海からも、じわじわ南へと線路を伸ばします。結果、転身の志を鉄道省に託す形で、1934年、佐久鉄道は国有化されます。こうして、最後に清里と信濃川上を野辺山経由で繋ぎまして、1935年全通、駅看板にもある、三部一流水が最寄りの海小泉駅にだって、楽々アクセス。
今では山梨の避暑地にアクセスする手段や、純粋な絶景ローカル線として、少なくとも私が今座れていないほどの人気を博しています。私鉄の思いが国鉄につながる、そんなハートフル、な気がする路線です。ゆっくりまったり進みましょう。次は海王泉。引き続き権現岳の麓を東北東に進んでいきます。こんな感じで八ヶ岳の東側をぐるりと回ります。車窓的に、今は八ヶ岳側を映してないんですけど、ところで八ヶ岳にはちょっとした神話がございますので、少し紹介。その昔、富士山と八ヶ岳のそれぞれの神様は、どちらの方が高いかで言い争いをしていました。バリゾーゴン撮影大会のごとく、互いに一歩たりとも譲らぬ言い争いをなだめるべく、阿弥陀如来って神様が、決着つけるぜ、と、中間管理職神様の間に割って入り、二つの山に問いをかけ、水を流しました。水は高い方から低い方へ流れるので、神話ってカオスなことがまかり通りがちですが、なんかやけに理系っぽい解決法です。すると水は八ヶ岳から富士山側に流れたので、八ヶ岳の方が高いね、って結論になりました。ところがどっこい。富士山側は不服なようで、八ヶ岳を大きく、からの八ヶ岳が八つに割れてどっかーん。それで富士山が日本一高い山になりました。って考えると八ヶ岳高原線っていう別名、なんだか不遇な気がしないでもないですね。行き違い。高見線は単線です。その国が清里、山梨最北端の駅です。井戸で行ったら大宮の鉄パクと同じくらい、1駅ごと200メートルとか上がっていく、JR 福祉の勾配区間です。ただし丸いレールで行ける分には限界があるのか、マックスの勾配は 33% に抑えられているようです。あっと引きでいったほいさやった、新駅本線横軽区間の2分の1です。さて列車は山梨県ラストにして北斗市ラストの駅、清里に到着。でなんか止まっていますが、これはかつて高見線を走った C56 機関車、高原のポニーとも呼ばれている列車です。ポニーって身長147センチ以下の馬のことを指すらしいですが、なんか随分でかくてごついです。ここにやってくる前まではキャンプ場に置かれていたそうですが、旅でしたれ、高松塚古墳の壁画みたいに、劣化進行甚だしい状態に。でもなんとか SL の修復は進み、ここに保存される運びとなったそうです。今はきっちり重厚そうな屋根がついてましたね。尼崎市の住民情報よりかは、きっと保護されている印象です。って感じで清里発車。さてさてお次は野辺山駅へ。この途中にて、標高1375メートルの JR 最高地点を通ります。県境を越えたちょっと先に、あからさまに、ブッスがあります。ありました。あれが JR 最高地点に立っている石碑です。付近には売店、ホテル、レストランのほか、C56 機関車の動輪が祀られた鉄道神社だってあります。ちなみに1375は、人皆合格、と読めることもあり、合格祈願にうってつけだとか。でもそれでいいわ。さて JR 東日本は、JR 最高地点を彩るような観光列車を打ち出しています。それがハイレール1375ってやつで、標高を降りぬ星空、天空を楽しもうって列車。人との距離ですら 0.5% も縮まってないのですが、あまり言い過ぎないようにしましょう。使われている車両は、ね。じゃが改造された草110です。ところでハイレールには、1号、2号、星空の3つの列車があるようですが、星空便だけ、星空見ます。って名目で、野辺山で50分ほど止まるそうです。でも野辺山って天体観測の聖地ですから、あの45メートル電波望遠鏡と、その隣に佇む、国立天文台野辺山宇宙電波観測所が、それを物語ってます。きつい登山を終えて下山モードに入った高見線は、野辺山駅で一段落。きちんと最高地点のしるべが立ってます。さっきの石碑に比べたらチャチーですが、一応立派な印です。駅前にはちゃんと立派なものがあるそうですよ。座れるラストチャンスかなと思ったんですが、そんな一縷の望みは空の向こうに消えました。別に高見線の走破はせいぜい2時間ちょいなので、全線立ちっぱでもいいっちゃいいですが。引き続き、高見線内で最後に開通した区間を抜けていきます。次は信濃川上、レタスや白菜などの高原野菜の聖地を、ズバズバリ。付近では、レタス街道、という、レタレタしい道の近くを通ってみたり、さすが、長野県が圧倒的なレタス生産量のシェアを占めるだけあります。あ、でもこの信濃川上から、なんか英語アナウンスが消えました。さすが、高見線内で最も本数の少ないクロートゾーンです。ただし本数は1日9往復と、ローカル線にしては多めかも。地味に群馬県、埼玉県とも隣接している、小串ヶ岳が位置する、長野県の川上村。その村に唯一存在する一面二線の駅、信濃川上駅を発車。その次が佐久広瀬、高見線の秘境駅です。まあどんな感じで秘境かっていうのは、千曲川とちゃっかり合流いたしまして、こんな感じ。車でのアクセスはまるで考えられていない駅です。まばらな民家とちょっとした棚田と、あとは緑。国道からも木と離れています。でもとても目に優しいです。
とりわけ不安を煽る見出しに囲まれて、こんな色合いの文字ばっか見てる我々にとっては。ちなみに撮影時に撮ったメモには、今日も繁的な田舎駅、って書いてありました。なんか、やけにハードル高いです。富士山に蹴飛ばされる前の八ヶ岳の標高より高いです。列車は蛇行を繰り返しながら、南牧村をゆっくり進んでいきます。お隣群馬県、それもかなり近い位置に、地面は同じ七南牧村がありますが、そちらとは無関係です。南牧だけに難読です。そしてお次は佐久海の口駅。なんかやけにドロドロの千曲川と並びます。距離的には、次の佐久海の口がだいたい中間地点です。越数的にはまだ4分の1すら行ってないのに、随分と格差を感じるものがあります。でもこんなところに駅を作っても、ですよね。何が平等で何が公平なんでしょうね。旅してる時に変に重たい話をするのはやめましょう。私たちはローカル線に乗る時、粘土地喧騒を忘れたって乗ってるんですから。ところで地下110系の中には、ちゃっかり沿線案内がございます。写真こそないですが、デフォルメされた、ちょっとしたイラストが添えられています。割と長いこと使われてそうですね。シルクロード美術館とか上から貼り付けられているし。でも、自然に恵まれた不動の観光名所が揃う気とも取れます。温泉の差し絵もありますが、多分センシティブじゃないです。ミストの方々がどう思うのかは知りません。で、佐久平で北陸新幹線に接続しているというのはいいんですが、これ明らかにもともと長野新幹線って表記されてましたよね。なんだか二重世紀っぽい感じの観光案内、味があって少なくとも私は好きです。神戸到着。ちびっと本数が回復します。ところで神戸の地名の由来ですが、やはり小さい海、元井湖から来ていまして、藤原の元爪が関白になり、天皇を好き放題やってた888年頃のこと、八ヶ岳で水蒸気爆発がドカンと発生し、この付近で崩落がどんがらがっしゃんと起こり、泥で千曲川の近くと、その千曲川に注ぐ愛紀川がせき止められました。それで湖が2つできました。電車は120年くらいで決壊したんですが、後者の愛紀川の方は長いこと残り、それが海に見えるねって理由で、神戸って名前になりました。この間流し駅も川由来です。千曲川の氾濫で、馬すらも流されたから間流し。ここら一帯の地名の由来、なんだかエクストリームな雰囲気が漂います。ところで間流しは自然だけじゃなく、人間の事件的にもなかなかエクストリーム。遥か向こうに意味深な墓が見えると思うのですが、あれ、農民がデフレで不況で減税言って争った、秩父事件の犠牲者の墓です。秩父事件はこの場で幕を下ろしました。命からがら逃げてきて、命落として散った、なんとも悲劇的なゾーンです。秩父事件の歴史を感じながら、車内にもうちょっと目をやります。やったんですが、なんか車番の表示がちょっと貧相です。30年も頑張って、中だるみ機なんでしょうかね。海って名前がついているくせに日本一海岸線から遠い駅、海瀬駅を出発した列車は、佐久穂町に業務の一部を委託している駅、八千穂駅に到着。反対側の、人間が足を踏み入れなくなった、人工的なホームの側からは、線路が剥がされてしまい、後には雑草が残るのみになっていました。今ではただの防線駅になってます。列車は野辺山原エリアを抜け、佐久盆地エリアに入りました。ここまで来ると平地が多めになることもあり、駅間がだいぶ短めになります。と同時に、線形がまっすぐ目になるので、割と地下110もかっ飛ばします。ついにこの列車が本領を発揮します。関東山地の西側を、だいたいこんぐらいかっ飛ばしていきます。地下110系が走る線って、だいたい速度にメリハリがついている印象です。磐越東西線しかり高崎線しかり、とにかく、田園地帯の中を突っ切っていく様は、見ていてのどかながら快感です。山梨のお米の生産量は、都道府県で見れば40位にも届いてなかったのに対し、長野はさすが、持ち前の面積のおかげで、無理やり15位以内にランクインしています。大国っていうか大県ではありますが、ウドの大木状態なんかじゃありません。ウドの生産県でもないですし、列車は中込駅に到着。主要駅です。付近に神戸線統括センターとかいう、この路線を牛耳る組織の基地があるだけあります。語弊がないように言うと、普通の、JR 東日本の営業所です。やってる？ってできそうな、居酒屋の入り口みたいな券売機。でかい豆腐にも見えますが。岩村田を出まして、次が佐久平。北陸新幹線との接続駅です。車窓もだいぶ栄えてきましたね。日本一酸素の薄い地上駅を通ったはずなのに、怖いかに。新幹線駅と接続する、神戸線一の巨大駅のはずなのに、無慈悲に告げられたのは、2両目のドアは開かない、という宣言。さらに言うと新幹線と接続する駅ですが、追加は神戸線のこのエリアでは使えません。いや、小淵沢、清里と野辺山の3駅は使えるんですが、そこ以外は全く使えません。新幹線だって IC カード対応したのに。秋
らかに清里とか小淵沢とかよりは都会的なのに、どこか片田舎な桜平到着。駅前では、駅利用客の待ち時間に少し休めるようにするための整備が、自然と現代文化が入り混じる桜平駅前は、憩いの場となるでしょうか。駅徒歩3分のところにあるイオンモールに、勝てるでしょうか。あ、ところでこの桜平駅は、小海線で唯一の高架駅です。ハイテクですね。その一方で、一円玉ポッチと同じ素材が使われている時速260キロの塊は、地上に追いやられています。これは小海線が物理的に光背を見下したかったから、なんかじゃなく、新幹線の線路を通すにあたって、線路がこうなってるってだけです。小海線は新幹線開業に伴って、寛大な心でこの付近を高架化させてやり、新駅を作りました。ところで桜平駅の開業にあたっては、やっぱり自治体の間で喧嘩したらしく、この駅は小諸市に近いんだから、駅名に、小諸を入れてくれと、同志がせがみました。一方佐久市側は当然ムカついて、この駅は佐久市にあるんだぞーら、と反論。小諸市側は、佐久小諸、小諸佐久、って駅名を、佐久市側は、佐久、って駅名を押しましたが、結果として範囲広めな佐久盆地、その別名を指す、佐久平、に落ち着きました。三岡駅到着。反対側に、キハ110じゃない謎列車が、こちらキハ E200 系と言いまして、日本どころか世界初のハイブリッド機動車です。2007年に登場し、環境負荷低減を謳い文句にしているこの列車は、蓄電池とディーゼルエンジンの2つの動力源で、モーターと車輪を動かしています。って聞いて、GVE400 系を連想した方は、結構鋭いです。しかし GVE400 系には蓄電池はなく、エンジンと発電機が電源の役割を担います。そうした意味で、電源が2つあるキハ E200 系は、ハイブリッドって言えます。ところでこのキハ E200 系、小海専用以外には製造されなかった、3編成のみのマイノリティですが、このハイブリッド機動車の技術は、後の列車たちにも引き継がれたり、そうした意味で、試験的な立ち位置でしたが、割と与えた影響は大きいのかも。別に E331 系の悪口は言ってませんよ。さて次は乙女駅。なんかロマンチックな駅名です。由来は、一般狩猟を禁止する乙女城がこの近くにあったからだとか、遠くまで見えるという意味の、大塔に、が変化したからとか、いろいろあります。普通に、乙女が泉を見つけたからって説もありますが、前者二つのうちどれかだったら、なんか、萎えますね。そんなハリボテのロマンが救う乙女駅のあたりで、信濃鉄道と合流します。時刻表を見る限り、本数が少ないだけに、あんまりすれ違うことはない、ぽいです。ま、もしすれ違っていたら、運悪く接続便を逃したってことになりますが、ところでこの運賃料、JR 在来線とは小淵沢以外で接続してないからか、やけに簡素です。閉鎖的なコミュニティ感がなんか、強いです。元新駅本線よりはやはり短い駅間ながら、キハ110持ち前の性能を活かして、ようやっと信濃鉄道との接続駅にして、この列車の終点、小諸駅にたどり着きます。奥の方には JR バス関東の小諸支店が見えます。皆様おなじみ横カルバスの運行をしている支店。で、小海線は全列車がこの小諸止まりです。新駅本線が今みたいに、第3セクターに移行される前までは、上田まで直通していたらしいですが、今は直通線路すら剥がされて、物理的に不可能になってます。伏線ドリフトができる世界線だったら、多分話は別になりますが。やや離れ小島になっている位置に、キハ110が入線。今となっては超レアな車両、115系が向かいのホームに止まっていました。115系はなんだかんだ、カボチャ塗装が一番好きです。なんて贅沢、いつまで行ってられるかわからない状況ではありますが。はい、小諸到着。どうやら列車は折り返して、中堀行きになるそう。小諸から中堀は、1時間に1本は確保されているだけに、なんとなくその需要がわかる気がします。桜平で、北陸新幹線との接続が取れているとは限らないですが、便によっては割と50分とかまったりするらしいです。でもトータルで見ると、乗り通すのよりかは、行くまでが大変な路線だなって思いました。中央本線も意外ときついし、軽井沢からの横カルバスも、1日8往復のみですし。以上、小海線でした。標高が一番高い場所を通る路線には、大自然から都会地見た光景まで、様々な魅力が詰まってました。乗車時間は2時間ちょいで、席が確保できなくてもギリギリ耐えられる路線なので、18切符とかを使って、小海線のありとあらゆる高低差を、しゃぶり尽くしましょう。終わります。